Kミュージックスクールへようこそ。習いたい時にいつでも楽しく学べるスクールです。習いたい時だけレッスンを受けてみたい、学校、会社、プライベートが忙しいから音楽教室に通うのはちょっと、いろいろな先生に習ってみたい、オーディションの前だけ気軽にレッスンを受けてみたいや、普段の練習の仕方がこれでいいのか迷っている時など、先生とスケジュールを決めればいつでもレッスンが受けられます。今なら入会金無料キャンペーン中です。レッスンはゆとりある1回60分、楽器の組み立てや後片付けも含みます。レッスンの場所は自由です。ご自宅やレンタルスタジオ、カラオケボックスや学校などに伺います。交通費、実費がかかります。レッスン料金は先生によって異なります。各講師のページをご覧ください。他、レンタルスタジオ代と交通費がかかります。自宅へ出張の場合はスタジオ代はかかりません。楽器が初めての方から幼児、子供、大人、シルバー世代まで楽しく学べます。次に楽器カテゴリーをご紹介いたします。楽器カテゴリーは9つあります。ピアノ、バイオリン、チェロ、フルート、クラリネット、サックス、トランペット、ホルン、トロンボーン。クラシック音楽のレッスンは全ての楽器で行っています。またポピュラージャズはピアノ、バイオリン、サックス、トランペット、ホルン、トロンボーンはレッスンが可能です。またソルフェージュや楽典も習えます。楽器カテゴリーのクラリネットを紹介します。クラリネットが初めての方から小学生、大人、シルバー世代まで。また吹奏楽やオーケストラスタディ、音高、音大受験まで対応可能です。クラリネット科の先生を紹介いたします。山内理沙先生は趣味から吹奏楽、音高、音大受験までレッスンしています。吉崎めぐみ先生は趣味から吹奏楽、音高、音大受験までレッスンしています。高橋聖奈先生は趣味から吹奏楽、音高、音大受験、また楽典、ソルフェージュ、音楽史もレッスンしています。レッスン会場と講師について。レッスン室は広くて響きの良いところで、楽器上達の秘訣とは、楽器が上達するためには良い先生に習うことが重要ですが、レッスン室も広くて響きの良いところで学ぶことが大切です。楽器本来の響き方を知ることは豊かな感受性と耳を育てます。趣味で楽器が初めてでも環境の良い場所で学ぶことはとても大切なことです。例として荻窪にある音楽専用空間クレモニアスタジオを使用した場合はかなり広いレッスン室となります。趣味でも本格的な先生に習うことが上達への近道です。楽器が初めてだからこそ良い先生に学ぶことが重要です。講師の先生たちは音楽大学卒業、または同等の実力を持った先生たちで、東京フィルハーモニー交響楽団、シエナウィンドオーケストラ、宝塚歌劇団東京公演オーケストラ、新日本 BGM フィルハーモニー管弦楽団、京葉線で向かう夢の国、日本最大級のテーマパークの現役プレイヤー、出身プレイヤー、有名アーティスト、サポートミュージシャンなど、現役で演奏活動を行っている先生たちです。バイオリンの茂木先生のミニコンサートでは作曲家、ピアノ伴奏に新垣隆先生も登場します。楽器を習いたいけど楽器は持っていないし、いきなり高い楽器は買えないし、そういった時はまず楽器レンタル、リースがおすすめです。出張レッスン料金について。1回60分6000円から先生のキャリアに応じて変わります。詳しいレッスン料金は各講師のページをご覧ください。別途レンタルスタジオ代と交通費、実費がかかります。ご自宅でレッスンの場合はスタジオ代はかかりません。レッスン時間はゆとりある60分です。楽器の組み立てや片付け、そして管楽器や歌の場合はある程度音が安定してくるまでには初心者の方ほど時間もかかります。目安としては20分から30分。そのため30分レッスンではやっと音が安定してきたところでレッスン終了になってしまうので、ゆとりある1時間レッスンにしています。ピアノや弦楽器も体のコンディションがある程度上向いて気持ちや頭の中も音楽に集中できるようになるには
1時間がちょうど良いレッスン時間です。1時間レッスンの中で管楽器と弦楽器は組み立て片付けの時間も含まれるので、実際に演奏することができる時間の目安は45分くらい、ピアノは55分前後くらいが目安になります。出張レッスン料金の目安は美容室方式です。美容師さんに例えると、その方の力量や人気度で料金は変わっていきますので、同じシステムを採用しました。レッスン料金は先生のキャリアに応じて先生が決めています。他の音楽教室と違う点ですが、音大卒業すぐの先生とベテランの先生が同じレッスン料金というのはおかしいので、講師の方がレッスン代を自由に設定する方式を採用しています。多くの音楽教室は入会金の他に施設費や空調代などもかかることが多いので、月謝とは別に請求されますが、当スクールはそういう費用は一切かかりません。複数人数の場合について、趣味のグループレッスンや吹奏楽やアマチュアオーケストラのパートコーチなどもご相談ください。レッスン料金はお見積もりいたします。出張レッスンのキャンセルについて、1週間前まではレッスン代やスタジオ代のキャンセル料金はかかりません。レッスン予定日の3日前までのキャンセルはレッスン料金の 50% がかかります。スタジオのキャンセル代はかかりません。前日と当日のレッスンキャンセルはレッスン代の 70% とスタジオ代が全額負担になります。ご自宅の場合はスタジオ代はかかりません。定期的に通う通常レッスンコースのご案内です。通常レッスンコースは同じ先生に定期的にレッスンを受けます。好きな日時、曜日、回数で楽しく学べる。レッスンは日時、曜日を自由に決められるので、学校、会社、プライベートなどと両立できます。月ごとのレッスン回数も自由に決められます。今なら入会金無料。このコースは体験レッスン無料キャンペーン中です。レッスンはゆとりある1回60分。レッスン室も広くて響きの良い空間です。スタジオ代がかかりますが、他の音楽教室と同等もしくはリーズナブルです。レッスンの場所は都内全域の貸しスタジオやご自宅になります。楽器が初めて、幼児から子供、大人、シルバー世代まで楽しく学んでいます。通常レッスンコースには本格的に学んでみたい方向けのコースもあります。音楽高校、音大受験コース、音楽高校や音大受験もお任せください。各楽器カテゴリー別のレッスンやピアノ、ソルフェージュ、楽典など総合的なレッスンが受けられます。受験のご相談やレッスンについてもお問い合わせください。目指せミュージシャン。ポピュラー、ジャズミュージシャンを目指したい方は音楽学校出身でなくても大丈夫です。第一線で活躍する現役プレイヤーがあなたの夢のお手伝いをします。まずは無料体験レッスンから始めてみませんか？保育士資格試験。ピアノを今まで触ったことがない、楽譜も読めなくても大丈夫です。保育士資格試験のためのピアノレッスンを丁寧に説明しながら学んでいくことができます。まずは無料体験レッスンから始めてみませんか？ K ミュージックスクールで楽しみながら学ぼう。楽器が初めて、楽譜が読めないのは私もそうでした。でも今は毎日がとても楽しい。小さな子供から大人、シルバー世代になっても、世代を超えて音楽は一緒に楽しく演奏ができます。世界のどこへでも楽器を持っていけば、言葉が話せなくても音楽で気持ちが伝わり、あっという間にお友達ができます。楽器を始めるのは年齢も関係ありません。今やりたい。その気持ちがとても大切です。K ミュージックスクール代表、岸田義久。習いたいと思ったら、いつでもデリバリーレッスンがおすすめです。ヤフーショップかわいいの提供でお送りいたしました。